どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、埼玉県、入間市にあります、北のラーメン味噌さんにやってまいりました。こちらですね、美味しい美味しい味噌ラーメンが人気ということで、今回やっていくんですけども、ここにですね、なんとね、激辛メニューがあるということで、今回ねこれに挑戦していきたいかなと思います。で、そのメニューがですね、辛味噌タンメンというねメニューがありまして、これがですね、辛さレベルが選べるということで、今日はですね、この辛さレベルマックスのものに挑戦していきたいと思います。ハバネロソースが使われておりまして、これね、大体なんか 20cc ぐらい入ってるということをお伺いしました。もうね、ハバネロといえば言わずとしてた超激辛唐辛子です。で、実はですね、僕今回はですね、この撮影はね2回目ということでね、以前ちょっとね撮影したデータが、ちょっとぶっ壊れまして、またこう2回目の撮影ということですけどもね、気持ちは初心に帰ったということで、一応ね前回ね食べたんですけども、麺と具材は食べ終えたんですけど、あのね、スープが飲めきれなかったっていうね、ちょっと苦い思いをしたというお店なんで、まあ今回ねスープ飲みきれるかな、わかんないですけども、気合を入れて、やっていきたいかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。北のラーメン味噌ら、埼玉県入間でランチ、イオンはたくさんの人がと、辛味噌タンメン1からプラスサービスメンマ、久々の辛味噌、たっぷりの野菜に濃厚な味噌がうまい、山頂にある唐辛子を混ぜると突き刺さる辛さ、今回はさらにめちゃくちゃ辛かったというレビューが上がっておりますけども、早速中に入っていきたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。来た、来ました。こちらが辛味噌タンメン、辛さマックス。見てください、この富士山のようなてんこ盛りのこのもやし、キャベツ、野菜と、すごいですね。これ何度も、これ2回目ですけども、やっぱこう何度見ても圧倒的なこのインパクト、いただきます。さあ、辛味噌タンメンマックス、お手並み拝見ですよということで、強烈だ、強烈というか刺激が強いですね。ハバネロの入ってくるネギ、もやし、人参、キャベツ、あとチャーシューとか多分入ってると思うんですけども、ちょっと見えないですね。もうキャベツですごい、野菜がシャキシャキ、全然麺にたどり着かない。
麺はほぼほぼ終わったんですけど、あとこのもやしやらこの野菜がもうこれでもかと入ってるんですけど、これすごくないですか。こんなに入ってるのまだすごいな。一体何グラム入ってるんだと。ちょっとした大食いですこれは。聞いた話によると、これね、まず麺がね 150g ぐらいあって並盛りで、で野菜がなんと 500g 以上あるっていうことで、ね、とんでもねえぞと。スープ合わせたらこう約 1kg ぐらいこう容量としてはあるんじゃねえかというぐらいのボリュームなんだよね。すげえ 500g って。
野菜ラスト、はい、野菜ラスト。ああ、気を失った。はすみません。麺と具材は食べ終わったんですけども、残すところスープのみなんですけども、ごめんなさい、今日はね、もう無理だ、もう無理、すいません、スープはちょっと今日勘弁してください。もうきつい、やばい、すいません、今日はちょっともうスープはいけないです、ギブアップ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。北のラーメンみそらさんの、辛味噌タンメン、辛さマックス、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。はい、8です。非常に、ね、このハバネロの辛味、ハバネロソースの辛味がガンと効いたね、パンチのある、スープでした。もうね、ちょっと今回はね、もう、まあ、辛さもさることながらね、この野菜の、ね、量にね、もう圧倒されてね、ちょっと戦力をそがれて、もうちょっとスーパー行けないといった感じです。うん、まあ、すごいね、これですよ、うん、辛さもあるし、ボリュームも申し分ないというね、この一杯でね、もう1日何も食べなくてもいいんじゃないかというぐらいのボリューム感です。はい、これね、もうね、何回チャレンジしてもこれで全部スープまで簡易できる気がしないですね。うん、それぐらいちょっと難易度が高いかなと。
当にもうお腹パンパン、もうはち切れそう。今回ねこの、辛味噌タンメン、紹介していきましたけれども、別にね激辛、ラーメン屋さんではありませんので、非常にこの、複数のね味噌を使った、味噌ラーメン、非常に人気ですので、ラーメン好き、そして激辛好きの方はですね、ぜひ北のラーメン味噌さんへ、お越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。